大切な人への思いをいつもそばに置いて暮らしたい。その思いを収めるために心を尽くしてしつらえました。ソウルプチポット極み、それは長年にわたって心の豊かさ、心の安らぎをお届けしてきたメモリアルアートの大野屋と、漆工芸に400年以上の歴史を誇る山中漆器の老舗多田景観との出会いから生まれました。茶道の夏目など漆の器で有名な石川県加賀山中温泉に源を持つ山中漆器の名匠たちが、大切な人への思いを収めるこの小さな器に一つ一つ手作りで込めた伝統の技と心とをご紹介します。縦木取り。極みは最良の原木を選ぶことから始まります。何年にもわたって乾燥させてから輪切りにして、その最良の部分だけから木取りをする縦木取り。原木から少量の部分しか使わない大変贅沢なこの木取りは、山中漆器の伝統的特徴です。ろくろ引き。この後に塗られていく漆の厚さまで精密に予測しながら削り出す、これが神業と言われるろくろによる木地引き、ろくろ引きです。この木地引きに使うカンナは、器の種類ごと形ごとに匠自らが鍛冶仕事をして作ります。ろくろ引きした木地はさらに乾燥させ木の歪みを軽減します。一切の妥協のない匠のこだわりです。下地塗り。すぐろめ漆をその時の気温や湿度に合わせ絶妙なバランスで調合し、丁寧に手作業で生地を固めます。錆と呼ばれるトノコと珪藻土を調合した漆を塗っては研ぎ、塗っては研ぎを何度も繰り返し、何十年の使用にも耐えうる頑丈な器に仕上げていきます。下地塗りで使うヘラも器の形状に合わせ匠が自ら調整します。さらに大切な遺骨をしっかり収めるために内蓋を留める爪付けという匠オリジナルの細工を丁寧に施しました。塗り。極みは中塗りの段階から国産の上質な漆を使って仕上げています。中塗りが終わるときめの細かい墨を使って表面を研ぎ上げます。そしてその上から上塗りを施します。切り合い口。上塗りを蓋をはめたまま施して塗り上がってから少し乾燥させたところで絶妙な力加減で蓋を割り切る切り合い口。完成品を見ると蓋との合わせ目が見分けられないほど。これも山中漆器独自の精緻な技です。そして蒔絵。まず下絵を蓑紙に描き、それを写し取ります。そこに漆で輪郭を描き込み、それから漆を塗り込みます。最高級のアワビ貝から取った真珠層を細かく割って貼り込む螺鈿細工。金を撒いたり、あるいは絵柄に金粉を乗せたり、精緻な作業です。蒔絵ならではの多彩な技の数々。仕上げに磨き上げると柔らかく華やかな彩りの調和が現れます。また一文字一文字心を込めて
純金による文字入れも手書きにて受けたまわります。何人もの匠たちが伝統の技と心を尽くして作り上げる絢爛は極みの最高峰です。花鳥。高蒔絵で描かれた藤にきらびやかな螺鈿のアクセント。外蓋を開けると骨壺の内側の底には金ひらめが巻かれ、内蓋の裏にあしらわれた桜と藤に包まれて、ここに眠る大切な人を和ませます。華やかでありながら穏やかで気品に満ちた佇まいの花鳥は最高級の名にふさわしい一品です。月石。月明かりに心満たされた時を愛おしむようにあでやかに盛り上げた金蒔絵や温かみのある金なし字は永遠に色あせない特別な美しさ。収められた大切な方にも見えるようにもみじや菊が内蓋の裏側にも描かれ、残された方の思いを優しく伝えます。永遠の時を超えてずっとそばに寄り添うために気品ある最高級の輝きを放ちます。極み絢爛の他にも極み蒔絵全8種をご用意。高蒔絵や金ひらめ、金なし字や螺鈿など蒔絵細工のさまざまな技法を惜しみなくしつらえました。季節の移り変わりや四季の花々でここに眠る大切な方の思い出を輝かせます。極み蒔絵は大切な人といつもそばにいられる安心と前向きな気持ちを与えてくれます。心を尽くして生み出された温かく優しい漆と季節の移り変わりと四季の花々、ソウルプチポット極み、メモリアルアートの大野屋と漆工芸の老舗多田景観、最高の技と心が一つ一つに尽くされた出会い、そこに永遠の慈しみを収めていただけます。